早弁です。今日は秋田県、男鹿市ですね。こちら雲昌寺の紫陽花、今年もちょっと来てみました。で、去年はシーズンちょっとね、後半で枯れ始めの、木々もあったんですけれども、今最盛期を、迎えつつあるようです。で、少しね、雨も降ってますけど、雨でね、ますます色が生えてるようです。この後行ってみようと思います。こちら入り口入ってすぐのところですね。こちらが、境内の入り口になります。この辺りのモミジだとかがね、また紅葉すると綺麗なんでしょうね。また小さい花も多いですからね、見頃を迎える直前ぐらいかもしれないですね、シャイケルっていうのね。ちょっとね、参拝とかもしていこうと思います。で、こちら本堂の方からこっち来るとですね、色目がまた違う紫陽花とかもありますね。こちらが竹林の出口になっていて、アジサイの、ね、花がこういう風に咲いてて、ちょっと通り抜けの小道みたいになってます。で、ちなみにここを過ぎた先にはこういうハートの石とかね、こういうのもあったりしますね。ちなみに入り口から脇の方もね、こういう小道があります。ここもまたね、紫陽花です。ここからは、男鹿のね、街並みも、見ることができるようなね、感じになりますね。こもってんの？すごいですよね、一面の紫陽花。多分ここのところは相葉勝利さんが、撮影に使った場所じゃないかな。で、向こうはね、お堂がある。ずーっと紫陽花ですよね。ちなみにこちらの方でアジサイティっていうね、有名なものもあるので、あ、売り切れかな。まあ一応ちょっと行ってみようと思いますね。400円かな。はい、頼んできました。こちらアジサイティハーブティーですね。やっぱね、ハーブ独特の香りっていうのがありますね。で、こういうね、青系の紫なんですけれども、これでレモンの果汁を入れます。これね、すると色が変わるようですよ。入れた瞬間にちょっと赤っぽくなってますね。
すごい。あっという間に赤紫になりましたね。おお、だけど味もやっぱレモンのフレーバーが効いてね、ちょっとね、ハーブの癖っていうのがやや収まってね、飲みやすくなる感じですね。うん、これね、結構ね、有名です、このお寺でね。アジサイティーを食べて、今からね、また入り口に向かってるところですね。やっぱりね、絶景ですよね。さて、入り口に戻っていきましょうかね。出口になります。はい、ということでね、行ってまいりました。令和2年6月の末日でしたけどもね、またね、いい感じで雨の中でね、すごい生き生きとしてるね、アジサイが見ることができました。来年もここにいるかどうかわかんないですけどね、いたらまた見に行きたいような光景です。以上でした。アベンでした。ご視聴ありがとうございました。レバナ。